続いては宮城県角田市からお越しくださいました角田稲瀬組の皆さんです。角田市を拠点に活動している角田稲瀬組です。今年も道の区よさこい祭りに参加でき大変光栄です。この道をさのために練習してきた七夕の物語天が人よをぜひご覧ください。それでは角田稲瀬組の皆さんよろしくお願いします。会場の皆さんこんにちは。こんにちは。角田市から参りました角田稲瀬組です。今からご覧いただくのは七夕のテーマにした天が人よという曲になります。踊り子の演舞もそうですけれども大旗4本使った迫力ある旗振りも見どころですのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七夕の瞬く星に祈りして、夜空に瞬く天の川、その川のほとりで天の神娘織姫は毎日美しい旗を織っていました。よーはっはっすっある日、織姫は天の川の岸辺で彦星と出会い、二人はやがて恋慕うようになり、そしてこう言ったのです。おお、オリー、待てろよ。変わらないことだ。離れてくるぞ。何？二人を離れ離れにしたのです。こうして7月7日の夜、天の川を渡り、2人は再会するのです。天が人よ、こよい神の救いだ。よー晴れ渡った空にはキラキラ輝く天の川。7月7日の七夕にあなたは何を願いますか？Yeah!
とうございました。ありがとうございました。角田稲瀬組の皆さん、ありがとうございました。